ブックマークしたいページにアクセスし、スターをクリックします。ブックマーク編集画面が表示されました。名前やフォルダなどを編集します。よく利用するページはツールバーやメニューに設定すると便利です。タグを入力します。タグとは、複数のブックマークを分類するためのキーワードです。登録するサイトに関連するキーワードを入力しましょう。ブックマークの追加と編集ができました。